どうも、わたくわです。今回の動画は、八重山のこぎりクワガタの成虫割り出しということで、こちらね、1400ml のボトル5本あるんですけど、こちら、ちょっとね、一部のボトルも食い破られて、活動開始してるんで、もうね、本当に結構掘り出さないといけないので、今回に成虫掘り出しやっていきたいと思います。で、こちらのね、八重山ノコギリクワガタっていうのは、日本にね、生息しているノコギリクワガタは、亜種も含めるとめちゃくちゃ種類いるんですけど、亜種を除いた種類のくくりで言うと、日本にはね、4種類しかノコギリクワガタって生息してなくて、普通のノコギリクワガタと、八丈島に生息している八丈ノコギリクワガタと、南西諸島の、トカラ列島から沖縄にかけて広く分布している奄美ノコギリクワガタ。奄美ノコは結構ね、島ごとに亜種は分かれてるんですけど、あれはね、種類のくくりでいうと1種類奄美のコギリクワガタなんですね。で最後に、こちらね八重山のコギリクワガタ、この4種類が、一応ね種の単位でいうと日本に生息しているのコギリクワガタはこの4種類っていうことになります。それだけねこの八重山のコギリクワガタ、八重山諸島の西表と石垣島に生息してるんですけど、それだけねこの八重山のコギリクワガタっていうのはちょっとね変わった国産のノコギリクワガタなんで、前々からねちょっと飼育したいと思ってて、ようやくね昨年結構数を増やすことができて、今年ね、いっぱい成虫に羽化してくるので、そのうちのね、5匹、こちら多分全部オスだと思うんですけど、今回ね、掘り出していきたいと思います。それではね、早速1匹ずつ掘り出していきましょう。まずはね、こちらの、もうフィルターかじられて活動開始済みのボトルをね、行ってみましょう。多分ね、もう、ここにね、サナギの皮があったりとか、何度も出たり潜ったり繰り返しちゃってますね。よし。ボコボコ。これ、オスだよ。あ、メスだ。すいません。今日全部オスだと思ってたらメスだ、これ。こちらがね、八重山のコギリクワガタのメスですね。メスはね、なんというか、普通に本州に生息してるノコギリクワガタと全然変わんない。なんかわかんない。調べればね、違いがあるかもしれないんですけど、そこまでは僕も調べてなくて、本州のノコギリと、全然変わんないような色と形してますね。丸っこい感じで。裏はね、こんな感じ。裏の色もそんな変わんないですね。一応ね、サイズだけ測っていきましょう。大体31ミリくらいですね。31ミリでした。次はね、こちらのボトル行ってみましょう。これはね、もう結構洋室でかいんで、間違いなくオスだと思うんですけど、どうでしょうかね。八重山ノコギリクワガタは、他のね、ノコギリクワガタと違ってね、サイズ伸びにくい種類みたいで、一応ね、野外レコードが 63.5 ミリ、飼育レコードも 63.3 ミリってね、そんなに本土のノコとか、マミノコみたいに大きくならないような種類なんですよね。八丈ノコギリクワガタも、確かね、あれも飼育レコードが50何ミリとかね、そのくらいだったと思うんで、なんでしょうかね、やっぱ島のノコギリクワガタ、島によっては、体の大きさが、島の生態系によって小さく進化するって感じなんですかね。お、あ、いいサイズ、いいサイズじゃないこれ。おお、これね、八重山の子にしては結構いいサイズだと思います。こちら、おお、やっぱね、特徴出てますね。これがね、八重山のこぎりクワガタのオスですね。これちょっとね、お腹ぼってりしますけど、このね、内視、この第一内視が結構ね、前向きにぴょんって出るんですよね。まだまだね、大きくなるとは思うんですけど、飼育でこのくらいのサイズ出せたらね、結構嬉しいですね、これ。この個体なんか結構赤めですね。ちょっとね、サイズ測ってみましょう。気になるサイズは。おお、54.7 ミリでした。ちなみにね、こちら今回ね、飼育しているこの八重山のこぎりクワガタはね、西表産の八重山のこぎりクワガタで、八重山のこぎりって、野外でね、採集するとなると、かなりね、難しいというか、個体数がそんなに多くないのこぎりクワガタみたいで、本州とか、あと普通のね、奄美のこぎりクワガタの感覚ではね、あんまり得られないクワガタだそうでね。でもね、飼育した感じは、普通にね、普通ののこぎりクワガタと同じような感じでね、類代、成功はするんですけど、やっぱりね、なんか、大きくさせるのには一癖あるみたいで、もうね、類代一周半回してて、一昨年も産卵して、卵を取ってるんですけど、一昨年はね、もう全然、ちょっとしか取れなくて、しかも、幼虫飼育して、羽化した成虫は、本当にね、小さい個体ばっかり。40ミリ前後とかね、本当にちっちゃい個体しか羽化しなかったんですけど、今年はね、ようやくこの特徴がわかるくらいの、顎の形で羽化してくれましたね。僕にとってはね、もう最後のノコギリクワガタなんでね、
結構嬉しいですね。じゃあね、どんどん掘り出していきましょう。次はこちら。これは大丈夫か。これはここに浮かしてるやつですね。オスかな。多分オスだと思うんですけど、まあ掘らないとちょっとわかんないですね。やっぱりね、結構国産のクワガタはいろいろね集めたいと思っててね、この八重山のコギリクワガタはね、種類のくくりで言ったらノコギリクワガタの中でね、僕がまあ唯一入手できてなかったノコなんでね、ちょっとね飼育でサイズを出して見てみたいですね。よし、おどうだお前。あ、まあまあまあ、あれさっきと同じくらいかな。こちら、このアゴ好きですね。このやっぱね、本州のノコとちょっと様子が違う感じ。日本のね一番西側の種類のノコギリクワガタなんで、やっぱね、なんだろう、なんか違いますね。ちょっと言語化はできないけど、アスタコイデスにもちょっと近いような雰囲気を持ってるような、色味がねやっぱね赤いですね。トカラノコみたいに明るい色ではないんですけど、うん、赤いです。サイズは、はい、おー、まあ 52.5 50ミリはありますね。次はこちら。これはね、フィルターかじられちゃって活動開始済みですね。もしかしたらメスかもしれないんですけど、あ、オスだ。オスですね。これはでかい。これ、いや、でかいぞこれ。最初の2匹より全然でかいです。これでかいし、もう活動済み。おお、あ、やっぱこのくらいのサイズになってくるとまたちょっと形変わりますね。ちょっとねスラッとなってます。気になるサイズは、結構、結構じゃないか。ここ 55.5、 まあ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 ですね。でもレコードはね63っていうのを考えると、やっぱね、まだまだね全然でかくなるって感じですね。なんかでもこいつ、なんだろう、ぼってりしてないというか、顎の方にねちょっと栄養いってますね。かっこいいなこれ。それじゃあね、本日ラスト、こちらをね掘り出していきたいと思います。これ多分オスだと思うんですけど、どうでしょう。やっぱりね、離島のノコはね個性があっていいんですよね。あ、オスだ。まあまあ、まずまずなサイズ。まあでもね、いいな、形は結構ね理想の形してますねこれ。ただやっぱね、さっきの個体の方が顎は長かったですね。はい、51ミリ、ラスト51ミリのオスでした。ということで、まあ、今回はこちらのね5匹の八重山のコギリクワガタの成長を掘り出して、一応ねメスがこちらの1匹で、オスがね4匹っていう結果になりました。この中でも一番ねサイズがあったのがこちら 55.4 ミリの個体ですね。こちらがね一応一番大きい個体になりました。八重山のコギリはね、サイズを大きくするの結構難しいというか、あんまり大きくしづらいようなノコギリクワガタなんで、とりあえずね、このくらいの特徴がね、わかりやすいサイズが浮かしてくれて、一安心って感じですよね。ただね、レコードはもうまだまだ遠い、63ミリなんで、8ミリ以上ね、レコードはまだまだ遠いので、今後ともね、今年もしっかり、ベアリングして産卵セット組んで、次世代をね、サイズ狙って飼育していこうかなと思います。飼育方法は他のね奄美のノコギリクワガタとか国産の本土のねノコギリクワガタとほぼほぼ変わんないような感じでしたね。おそらくね、幼虫を大きくさせるコツみたいなのはあるんだと思うんですけど、ちょっとねそこについてはまだね、何とも言えない。今期このくらいのサイズは出せたんですけど、これ以上のねサイズを出す方法が多分ね、温度なのかマットなのかつかめてないので、ちょっとねいろいろ試していこうかなと思ってます。ということでね、今回は、こちらの八重山のコギリクワガタの紹介とね、成虫掘り出しの動画になりました。まあ、日本ね、最西端のノコギリクワガタっていうことでね、これからもしっかり大事に飼育していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。八重山のノコギリ。